今日は10月31日ですね。ハッピーハロウィーンなんて世間では言われております。まあ、私あんまりハロウィーン好きではないので仮装とか全然しないんですけど、まあ、受験生にとってはかなり焦りが出てきた時期ではないでしょうか。まあ、11月12月とね、今年もあと2ヶ月で終わってしまうの でそんな中、まあ、11月のポイント今回話していくんですが、特に今すごく焦っている方、自分が勉強してるのに伸びてる気がしない、そんな方に見てほしいので、よかったらね最後までご視聴ください。改めましてどうもハイチです。今月、11月のポイントはですね、今回3つ喋っていきます。勉強するときに3つね意識してほしいことがありますと。まず1つ目ですね、これは勉強時間を短縮する、その意識を持ってほしいんです。おそらく多くの方が、いや短縮してる場合じゃないよ、やることいっぱいあるんだからっていうふうに思うかもしれないんです。当然いいんです、それはいいんですけど、なんで短縮をさせたいかっていうと、自分はですねいつも勉強するときに勉強時間で決めずに量で決めろっていう話をします。例えば2時間勉強してくるではなくって、今からワークのここからここまでをやってくるって量で決めてほしいんです。そうしないと2時間ダラダラ勉強しても2時間経ちますよね。量で決めてたら集中してギュッてやれば短時間で済む、ダラダラしてしまえば時間は伸びていく、だから必ず量で決めろという話をしてるんです。ただ冒頭でも話したように、今焦りとか不安な気持ちっていうのが徐々に大きくなっていきます。で、ある程度大きくなっていってそれと付き合っていくと、まあこういうふうに考えるしかないよねみたいなところまで持っていければいいんですけど、まだこの時期ってなかなかそこまでいけないんですよね。そうすると勉強しながらいろいろ考えちゃうわけです。落ちたらどうしよう、これやってて意味あるのかな、もっと違う勉強あるんじゃないのとかね。で、そうすると余計にね時間かかってるんだよ、気づかないうちに。そこを一回ちょっと釘を刺すじゃないんだけど、もっと短時間でできるんじゃない、もっと効率よくやっていこうぜっていうふうに考えてほしい。じゃあ具体的にどうするかっていうと、今までみたいに量で決めてください、ここまで勉強しよう、ここまで今からやるぞって決めた時に、それを何分以内に終わらせるぞっていう時間目標も設定するんです。で、ポイントがその時間目標、結構こうきつい目標にしてください。例えば50分ぐらいかかるかなって思ったら、まあ8割ぐらいに設定しよう。つまり 20% 削りたいんで40分でやるとかね。これ過去問も同じで、まあ本番をねもうそのまま意識してやり直しとか見直しも徹底して時間配分やりたいっていう方は50分テスト50分で構わないんですけど、そうじゃなくてひとまず過去問ちょっとやってみようみたいな、時間計ってやろうっていう時は、50分テストだったら、まあ、さっきと同じ40分とか、もっと言うと35分とかに厳しめに設定してやらせることが非常に多いです。まあ、少しねちょっとごちゃごちゃ話しちゃいましたけど、ひとまずこれから勉強するときに必ず時間設定を厳しめに設定する。で、厳しめに設定してるから20分でやるって決めて、あ、20分で終わんなかったよ、自分ダメだとか思わなくていいです。それは違う。とにかく今は効率よく短い時間で集中してやること、そこにすごく価値があるの。だから終わらなくても責めなくていい。でも反省はしてね、あ、ちょっと時間設定間違ったなとか、もうちょっとこの問題短縮できたなとかね、まあ、その辺はうまくやってほしいんですけど、必ず量で決めて、そこに時間設定、ちょっと厳しめな時間設定を決めて勉強するようにしてください。そして2つ目は一問に対するがめつさを持ってください。これどういうことかっていうと、例えばみんなワークとか解くじゃないですか。その時に間違っちゃった問題、それが全然分かんなかった、間違ったならいいんですけど、ちょっとしたケアレスミスみたいな、うーわ符号間違ってんじゃんとかね、マイナスの分配法則やってねーとかね。だから気持ち的には、あ、次やったら解ける、大丈夫って思うと思うんですよ。思うと思うんですけど、そこでもうちょっと自分に厳しくいこう、叩いていこう自分のこと、何やってんだ自分って、お前この一問本段でやってたら5点ミスってんだぞみたいな。いや、そこまで言わなくていいけど、でもその気持ちがすごく大事です。今からみんなは練習をやってるわけよね。勉強してるのは本番のための練習をしてる。一問ミスったら本番何人に抜かれるのって話なんだよ。一問ミスってなければ合格不合格のラインになることだって大いにあるわけよ。だからその気持ちを持って絶対にケアレスミスはしねえぞと、練習問題解いてる時もね、ワークを解いてる時もそういう気持ちでやってってください。最後に3つ目です。これは勉強中の話ではないんですけど、みんなが寝る前、まあ、例えば布団に入ってもう寝るぞっていう時でも構わないし、まあ、寝る前の歯磨きとかしてる時でも構わないです。何やってほしいかって、その日何覚えた、自分がその日何ができるようになったのっていうのを
頭で確認してください。例えば英単語の暗記をやった方がいます、20個暗記したとするじゃないですか。20個何覚えたっけなって、全部思い出せたらいいんですけど、その暗記した中でさ、つまずくものってあるじゃん。うわ、またこれ間違ったよとか、これきついよってあると思うんだけど、それを思い出せるかどうか、つまり今日その日に自分がやったことでどれだけレベルアップできたのかっていう確認をしてから寝てください。人の記憶っていうのは寝てる間にね、整理がされるので、寝る直前に確認するとそれが定着しやすい、その効果もあるし、もう一個は自分がその日やってちゃんと新しくできることが増えている、レベルアップしてるっていう確認をしてほしい。それが自分への自信になります。すごい細かいことだけど、これ絶対に徹底してやってください。特に自分ができるようになってる自信がない方、本当に伸びてんのかなって思ってる、自分に対して自信が今ちょっとなくなってる方、非常に多いと思います。自分の生徒もすごく多かったから。11月、自分自身も辛いし、その親とかもさ、いろいろこうあたふたしてくるから、結構言われるんだよね、周りから、先生とか親からが辛辣な言葉とかさ、もうやめてよみたいな、あると思うんだよ。でそれがあるから余計に、自分なんて無理かもとか、もうやだやだってなるかもしれないんだけど、勉強してる限り、みんなね、やってるんだよ。だってこのチャンネルにさ、勉強しに来てる限りは絶対頑張ろうって頑張ってんだって、間違いなくやってるから、レベルアップしてるんだって。でも俺がいくら言ったってさ、自分自身で前に進めてるとかレベルアップしてるって思えなかったら、やっぱそれはね、レベルアップしてないになっちゃうんだよ、自分の中で。それすごくもったいない。だから、さっき言った話も生かしつつ、自分がね、そんな俺私頑張ってるよってなれなくても、ちょっとずつ前には進んでるよね私って、ちょっとずつだけど前に進んでるよ俺って思ってやって、俺もこうやって動画撮っていろいろ話していくけど、みんな自身の力もね、非常に大事なところになるので、しっかり踏ん張って、あとはインフルエンザ流行ってくるから、体調管理一番だからね、睡眠時間は絶対に削らない、睡眠時間は削らないで、休むときは休む、やるときはやるっていうメリハリを持って、11月レベルアップのね1ヶ月にしていきましょう。